皆さんこんにちは、吉丸でございます。2020年の4月の26日日曜日でございますが、公式ツイッターよりお知らせ上がりました。すごいですね、千番の迷宮ということでイライザ、そして前夜に関してどうなるかっていう話なんですけど、イベントがなんともうすぐ来てしまうと27日2時よりということで、0時ではないけれども、明日の月曜日にもう来てしまうっていうことですかね。早いですね、思ったよりもね。ギガバトルイベントっていうのはね、ちょっとややこしいんですけれども、6体全部倒してからやっとなんかボスに行ける的なね、ことです。時間縛り方結構きつかったりするんだけどね。とりあえずイライザが出てくるということまで書いてあるんですけれども、なんかゼイアンっぽいのもなんかいたんだよね。それが新しいゼイアンなのか、今までのゼイアンなのか、また別のなんかやつなのかわかんないですけれどもね。そしてスゴロクポイントを手に入れられるぞ。スゴロクスピードアップはね、でもあれは僕的にはもうスゴロクの前から、もがすてのキングスプラッシュがちょっとテンポ悪いっていうこと結構言われていたんで、スゴロクがあんなに遅いとはもともと思わなかったんですよね。だからなんか当然のことなのかなと僕は思ってます。スゴロクを、テンポ良くするっていうのはね。はい。そして錬金できてましたね。これ僕前回、錬金話ちょっとしてなかったんで、そうだなって今思ってますね。そういえば錬金という可能性もあるかって動画撮った後に気づいたって感じですよね。シルエットがね、もともとその何とか聖人の鎧のっていうことで盾って言ったんだけど、盾はもう赤あったもんね、そういえばね。でも27日2時からということで、いやもともとさ強いんですよ、成人装備っていうのはね。神チャレ球団では結構当初は必要だった装備のうちの一つにも入っているっていうかね。そうだから早かったなっていうのが感想なんですけど、例えば外野装備もね来ていきなり錬金っていう形にもなったんで、どう何が錬金してくるかわかんないって考えると別にもう早いも遅いもないのかなと思いますが、いや楽しみです。そして、もちろんですね、福引きですね。27日からこれ13日までだから福引きの期間は結構あると。11年星5に確定でございます。これ全部入ってんのかな。提供割合ちょっと見てみたいところなんですけれども、新装備だけ狙っていくっていうのは結構、きついかなと思ってます。錬金もあることを考えると、持ってない人はもうどれ当たっても割と、大正解だったりもするんで、問題はもう全部ほとんど持っちゃってる人ですよね。それは何にでも言えることなんですけれども、はい。ということでプレミアムとかはないのかな。そうですね、11年星5に確定だけしか書いてないですね。なるほど。プレミアムステップアップはなしということで、無償で今まで貯めたジェムをぶっ放す機会があると。ただ来月のドラクエの日も名流来そうな感じなんで、それも考えましょうね的なところだと思いますが、一旦ゲーム画面に戻ってですね、ちょっとメインスキル見ていきましょう。はい、ではですね、こちら星のドラゴンクエスト公式動画よりねキャプチャー撮らせていただいたものになりますが、聖人装備登場、聖人のハンマー爪、これはもう予想通りです。次行ってみましょう。はい、聖人のハンマーから見ていきたいと思いますが、まず、貫突状態で攻撃力185、最大 HP プラス30、これはね嬉しいんですよね、聖人装備ね。そしてメインスキル2個、これ嬉しいね、手数がねありますね。サブスキルの方は赤、青、S、黄色、緑、A のマルチ、そして赤、A、青、A ということで、黄色と緑のマルチですね。ここが、
使いにくいなっていう人は多いかもしれないですね。やっぱ呪文入ってると正規仕様なのかなとかね、まあ思ってしまったり、まあただこうサポートもしながら戦えるよっていうことって、まあ命令ハンマーが強いので、まあそっちにメインスキルをやっぱ抜き出して使うっていう選択肢も、まああるのかなとも思いきや、命令ハンマー、まあそうですね、うん、とりあえず次行ってみましょう。あとすいません、結構足早に行くんで、言葉の言い間違いとかなんかミスとかあったらすいません、概要欄で修正したりとか、あこいつ間違ってんなぐらいで流してもらえたらと思います。まず特性ですね、滅びの土跡ということで、通常攻撃ヒット時に守備力 40% 下げ、まあいきなり2下げさせてしまうよ。ただまあ成功率 7% なんでおまけと考えた方がいいかな。そして光の聖人ということで、青 A の方のスキルですね、16秒早い、仲間全員の呪文耐性 25%、 マジバリが打てるっていうことですけど、マジックバリアってさ、ちょっと何秒だっけな、マジックバリアが30秒ですね。30秒、いや早いですよね、約半分で打てるっていうのは早い。だからまあその耐性上げを一つ分ですね、スロットまあ持っていかなくてもいいって考えると、まあ、ね、呪文やってくるところとやってこないところっていうののところはあるけれども、言ってもないよりはね、うん、いいんじゃないかなとか思いますが、そして次ですね、はい、大決勝ということで21秒、うん、威力730、まあ、まず威力はありますね、まあ、21秒でちょっと最近にしては重めですけれども、730の、しかもこれ無属性かで、それぞれ 75% で攻撃力、守備力、素早さを下げる敵全体、あ、優秀だね。うん。確かに21秒っていうところはちょっと引っかかる人もいるかもしれないんですけれど、まず火力が730っていうのは、うん、妥当だと思います。そして敵全体というのもいいです。そしてかなりの高確率ですね。75% で、まあ、守備力、攻撃、素早さ全下げ。優秀ですね。でしかもまあ無属性だから比較的、まあ、どうでも使えるよっていうことで考えるといいんじゃないですかね。やっぱハンマー強いですね。まあ超本当にぶっ壊れかっていうと、もしかしたら賛否は分かれる可能性があるかなと思いきや、でもね730でしょう敵全体で。まあ、今後ねこう取り巻きっていうんですか、その雑魚がこう横にいっぱいいたりとかする場合、結構これもう使えるスキルになると思いますから、いいんじゃないですかね。うん、では次行ってみましょう。爪の方ですね、攻撃力184、うん、でも爪にしては強い方になるんじゃないかな。最大 HP プラス30、そして、まあ、メインスキル2個ついてますよ。でスロットが、あ、ここもでもあれか、一番最後緑入ってるんだね。まず、サブの方ですけれども、青と赤の S、青と赤の A、青の A、緑 A、この緑 A をどう見るかですね。だからこの、なんていうのかな、緑、補助系のものがある代わりに、なんか両方ともこうメインスキル1個、追加されてるよっていうようななんか印象ですよね。なのでサポートもしながら少し戦っていくっていうようななんか感じがします。うん、で次行ってみましょう。まず、特性、滅びの爪痕ということで、通常攻撃ヒット時に攻撃力を40% 下げる、いきなり2下げをしてしまうよ。そしてこれも、成功率が 7% ということで、まあ、うん、おまけぐらいかなと思いますが、入ればすごいですね。そしてまず一つ目のメインスキル、甲の聖人、17秒で、仲間一人の攻撃力を 40% 上げ、バイキか。ちなみに、バイキルトの秒数が何秒だ、あ、バイキの方は18秒で打てるんだね。なのでもさっきのあれだね、マジックバリアも何かのスキルで、もっと早く打てるのあるかもしれないですね。一応あくまでちょっとなんていうか補助呪文の比較を今してるだけです。もうスキル覚えられないからね。18秒でバイキかで、まあ1秒だけ早いって感じな、まあでも1個バイキがこれで要は自分の攻撃力に上げできちゃうわけだから、そうですね、バイキより1秒早く、そしてバイキ1個分の、スキルが
まあ、ここで補えるということですので、まあ、いいんじゃないですかね。はい。でそしてですね、もう一個のメインスキルなんですが、烈氷魔聖戦。すごいね、難しいね、名前がね。16秒。青スキルですね。S スキル。これが、威力100のギラ3回と、威力100のヒャド3回攻撃。ヒットするたびにコンボ数が増える。おお、なるほどね。まあ、まずコンボ数が増えていく系は、もうかなり優遇されるというかね。これはこの地点でかなり嬉しいですね。で16秒でちょっとギラとヒャドっていうね、2個の属性を打つよ。ただこうマヒャドですとか、マヒャド、間違えたなんだっけ、マヒアロスとか、ああいうこう呪文でさ、両方のダメージをいっぺんにドンっていうよりも、まずギラを先にドドドンで、その後にヒャドドドドンなのかな。だから例えば、いまいちいまいちバズガンバズガンとかね、まあ、そうなってくる可能性もあるけど、まあ、いずれにせよヒットするためにコンボ数自体はこれ増えるのって次につなげられるし、まあ、2つの属性に対応しているっていうことでは面白いですね。そして16秒というのは早いと思いますね。うん。なので、まあ、僕としてはね、やっぱりこう、15秒、16秒で、威力が600ですねに乗ってれば非常にいいスキルだと思いますよ。うん、最近の中ではね、面白いと思います、非常に。はい。そして次はもうないのか、あとはやっぱりあれか、錬金かな。ということで、皆さんの評価がどうなったかな。もっとぶっ壊れを期待していたのか、いやでもいいんじゃないかなっていうね。まあ、それがどっちかっていうところなんですけど、まあ、僕はやっぱね、気になったところが、まずハンマーの方ですね。まあ、黄色と緑のマルチ A っていうところをどう見るかですね。で、その代わりメインスキルが、まあ、多いのでって言ったところは、うん、まあ、考慮した方がいいと思うんですね。で、それから、もちろん爪の方も一番最後の緑 A を、まあ、どう見るかっていったところですよね。うん。まあメインスキルに関しては全然悪くないと思いました。そして別にこれね、聖人として使わなくても抜き出して使うっていうねことも、名竜の爪に入れるとか、まあ、名竜ハンマーに入れるという選択肢もありますし、僕もすでに聖人の槍は黄金竜の槍でメインで入れて使っておりますので、まあ、抜き出し用でも全然いいし、器にしてもいいんじゃないかなっていうふうにね、うん、思います。まあ、いろいろと評価はね、ちょっと気になるところですね。皆さんの評価もどうなったのかなという感じでね。で、まあ、日付変わったらすぐにですね、防具の方の錬金の性能も出るんで、こちらまた、そうですね、レビューっていうか、まあ、感想動画撮りたいと思います。思ったより早く来てくれてね、イベントが非常に、まあ、嬉しいなっていうね、まあ、この今の時期本当やることない人たくさんいると思いますんで、まあ、僕はちょっと FF7 のリメイクもやったりはしてるんですけど、まあ、星ドラも毎日ちゃんとね起動してやっておりますんで、まあうん、また明日日付変わって2時以降かな、動画撮ると思いますので、よければねチェックしていただけたらと思います。ではまたお会いしましょう。吉丸でした。さようなら。